アマチュアバンドコンテスト、従来は各地で行われていたんです。そして今年初めて各地の優勝バンドを集めた全国決勝大会として争われることになったんですよ。かつて地方大会には現在プロとして活躍中のサザンオールスターズ、シャネルズ、そしてカシオペアといった人たちも参加していたんです。さてコンテストには全国で7500バンド、5万人のアマチュアミュージシャンたちが参加して予選がスタート。そして見事予選に勝ち抜いた17バンドがここ三重県にあるネムの里でいよいよ決勝大会が進められました。応援の方も全国から5000人も集まったんですよ。いいか、今日はみんなの力で、みんなの力でこのライトミュージック、ライトミュージックコンサートを成功させようぜ。イエーイ、どうもありがとう。俺たちボッカWe just arrived from where nobody knows, and we are named, we are Africa. We want the funk! Give us the funk! Fly the flag and no one knows. This is for your life. We just got the holding on. Taking out the game. 気持ちの悪い音楽好きです。お前のためなら何でもするよ。お前のためなら何でもする。どうも審査員なさってて、ノロさんどうも。あの、はい、ノロさんはアマチュアバンドの時にこういったコンテストをおやりになって、そこから認められて優秀賞を得られて、 そしてプロの道に入ったんですよね、ノロさんっていうのは5年前ですけれども、その頃とどうですか、今と違いがあります、こういったアマチュアコンテスト。もうあの水準がどんどん高くなってますね。もう今日も聞いてて本当にこう甲乙つけがたいというかね、もうみんな素晴らしくてびっくりしてます。とにかく、まあ、今はこうでも、もっと先はね、もっと面白いことをやるんじゃないかっていう可能性に期待してみてます。ズバリ言いまして、今大会 の、 その出場者のレベルっていうのはどのくらいのものなんでしょうか。僕がスパイダースでやってた頃のその技術とかね、その技量とかそういうものからもうかなり育ってきてるっていうのは、まあ、そういう印象を受けましたね。こういった大会での今の音楽の流行みたいなのがすごく分かると思うんですけれども、一歩先の流行みたいなものはいかがでしょうか。特徴と言いますと、僕はね、あの流行とかそういうものより、はい、今あのこの場で聴いて感動したりね、はい、いいなと単純に思ったりしたものを、大体得点にこういい得点をつけてるんですけどね。うちのじいちゃんは料理が大好きで、それぞれのバンド衣装も様々、個性的でしょ。このバンドは九州から来た高校生のバンドなんです。職業も様々、高校生、大学生、サラリーマン、それに大工さん、国鉄の職員の方もいらっしゃるという、本当にね、音楽好きが集まったんですよ。歌は世に連れよ、歌に連れ儚いこの世の夢物語。お前さて、グランプリの発表です。エントリーナンバー15番アリーバース、おめでとう。アリーバース、さあ皆さん精一杯の、はい、見事今回のグランプリを獲得なさいました、はい、ジ・アリーバーズの皆さんにスタジオに来ていただきました。どうも皆さん、どうもおめでとうございます。皆さんは大学の頃からのお友達ということですけれども、はい、今回このグランプリ獲得、リーダー感想いかがですか。さすがにグランプリ大会でもうすごいバンドばっかりだったんですけども、はい、そういう中で、
何かの間違いか、いやいや、グランプリいただいて、はい、もうこれからもどんどん頑張っていかなくてはならないなと、はい、こう思っております。そうですか、そうですか。今回のグランプリ獲得なさった曲は中西さんの作曲ということですけれども、はい、ワープはどんなイメージでお作りになったんですか？そうですね、宇宙戦艦ヤマトありますでしょ、はい、ワープ候補がありましてね、はい、でそういうような感じで、いろんなサウンドバリエーションがありましてね、はい、でそれが次から次からパッパッとこう出てくるというそういうようなイメージで、曲がポンポンとワープするイメージで楽しそうですね、はい、そして木村さん、こう一点なんですけども、はい、今後このグループはどんな風にしていきたいですか？はい、やっぱりこのコンテスト臨んだ意気込みを大切にチームワークを持って、はい、そしてやっぱりそれぞれの持ち味を十分に活かして溶け合ったサウンドを作りたいですね、そして私やっぱりこう一点ですから、はい、女にしかできない魅力を十分に出したいと思います、頑張ってください、はい、それじゃあの皆さん、はい、曲の方の用意お願いいたします。お願いいたします。まあ、今回大会に取材に当たりました小島リポーター、はい、本当に見たところいろいろなこうグループが参加したわけですけど、はい、そうですね、どこが変われて優勝したんですか？テクニックや迫力だけで押しまくるだけじゃなくて、はい、本当に観客と一体となって音楽を愛してるっていうところが審査員にとってもアピールしたようです。なるほど、そうですか、はい、さて準備もできたようですので、はい、曲の方を聴いていただきたいと思います。ちょっと時間の都合で短くアレンジしてありますが、オリジナル曲ワープお聴きください。どうぞ。